我々悪の秘密結社の登場だ。いいか会場の人間ども、今からここを我が社の領地とし、あ、貴様らを我が社の社員にしてくれるわ。今日はまた一段とワンマン社長じゃなくてテンション高いですね。やっぱり分かっちゃう、理由聞きたい。いや別に興味ないからいいです。そんなに聞きたいのか、どうしようかな。いてててギブギブ、お前も聞きたいよな。はい聞きたいです。じゃあしょうがないな。言いたいなら言えばいいのに。何が言った？いえ何も。私ヤバイ仮面、素敵な作戦を思いついていました。どんなですか？それはなんとなんと三箇所同時侵略大作戦。拍手。わーすごい。三つの場所を同時に侵略することでドゲンジャーズの戦力をバラバラにすることができる。そして万が一誰かが失敗しても悪の秘密結社、助け合いの精神で何とかできるだろうという完璧な作戦だ。それって僕らの戦力も分散されてませんか？そんなことは百も承知。そのために秘密兵器を用意してるんだよ。秘密兵器？そうよ、今日のヤバちゃんは一味も二味も見つけました。この声はルーキー、行きます。悪事を働くそこの悪者、待て。ヤバイ仮面さん、僕が来たからには好き勝手にはさせませんよ。はあ、そいつはどうかな。戦闘社員、問答無用ってわけですね。そういうこと、やってしまえ。ルーキー戦います。さあルーキー出して勇気を出し続けるんで、誰も知らない完成した姿、ここで吐き見せてルーキー自分を信じて、くらえてはっ。さああとはヤバイ仮面さんだけですよ。ずいぶんと成長したじゃない。ママ嬉しい。いやママじゃないですよね。花屋だ。反抗期？反抗期でもないです。ともかく観念してください。もうああ言えばこう言う。だがしかし楽しみはこれからだ。というわけで戦略的撤退。待て、うわぁ、そういうとこは変わってなくてママ安心した。ということで、んじゃ。でででで、タイミング、あ、会場の皆さん、こんにちは。少し恥ずかしいところを見られちゃいましたね。でも大丈夫です、これくらいじゃへこたれません。とヤバイ仮面さんを早く追わなくちゃ。そういえば最後変なことを言ってましたよね。お楽しみはこれからだとか、一体何のことでしょうか。とにかく追って確かめなきゃですね。それでは僕は行きますので、皆さんも気をつけてくださいね。それじゃ。ここまで来れば安心だな。さてルーキーがここに来たということは、おそらく俺の作戦通りにことが進んでるってことだよな。他の場所のやつらにも聞いてみるか。自分の仕事もですね、先頭に立ちながら部下を思いやる私は本当にいい上司だと思っております。あ、もしもし、俺詐欺じゃなくて、シュラちゃん、ネクタリス、そっちはどんな感じ？おおむね
そなたの作戦通りといったところだな。こちらも同じくだ。うん、計画通りってことね。で、二人とも大丈夫さ？任せておけ。こちらは安心して待ってろ。オッケーオッケー、ならそのままよろしくじゃん。わかった。しかし、社長の方こそ大丈夫か？当然だ。ならばいいが。それよか、二人とも新人のあの戦闘社員、教育よろしくね。ああ。ん？何か問題ある感じ？いや、問題はない。そう、ならよろしくね。了解した。じゃあまた後で、はーい。順調。社長、頼まれてたもの持ってきましたよ。おお、ついに完成したか。これがあれば。聞きたい？聞きたい？さすがにこれは気になります。じゃあお前で試そう。え？それビビ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 。ああ、ってあれ、なんともないですけど。ガハン、カラミ君、質問だ。君は正義の味方ですか？はい、正義の味方です。え？君は俺のことは好きですか？社長のことは大好きです。これは思っていることと逆のことを言ってしまう兵器だ。ちょっと待って、お前俺のことが嫌いってことじゃないか。見たくない。元に戻してやる。はい。あー、カラミ君、私のことは好きかね？大嫌いですよ。あ、戻ってる。めっちゃショックなんですけど。ね、これなんて名前なんですか？マイ。こいつの名前はババババババーン。言いたいこと逆になる。それって僕なんか知ってるんですけど、青い体の猫型的な、何次元ポケットみたいなやつから出てくる道具で見たことありますよ。これはリスペクトだ。ねえ、本当にですか？あのね、分かりやすさって大事なのよ。我が社の社名言ってみ。悪の秘密結社ですけど。ほら、分かりやすい。だいたい最近はタイトルが長いのが多すぎるのよね。俺の〇〇と〇〇がどうなったこうなったとかさ、俺の戦闘社員がこんなに可愛いわけがないとか、そういうのも長すぎ。世の中はね、分かりやすさが一番なの。ともかく、こいつさえあれば我々の勝利は揺るがんのだ。大丈夫かな。それじゃ早速ルーキーを探しに行くぞ。はい。あれ、こっちの方だと思ったのにな。ヤバい仮面さんたち、どこに行ったんだろう。早く見つけないと。あなたのそこにいて、俺もここにいる。ヤバい仮面さんの方から来てくれるとは思いませんでしたよ。まあな。さて、決着をつけようじゃないか。望むところです。よし、行くぞ。あれ、あんなところにパンツ一丁のグレートエースがいる。どこですか？どこにいるんですか？で、グレートエースさんはいつもパンツ一丁ですよ。付き合え！しまったー！くらえ！秘密兵器！言いたいこと逆になる！ベベ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 。なんですか、これ。くぅい。どうだ、我が社の秘密兵器の味は。いや、なんだか絶妙に痛いような痛くないような。だろ、そこにね、無駄にこだわったの。よくわかりませんが、ルーキーまだまだいけます。そう慌てるな。
まだもう一人来てねえだろ。それは私のことかな。オーガマンさん。さて、そろそろ効果が現れる時間だな。大丈夫かルーキー、遅くなってすまない。全然大丈夫じゃないです。それはすまないことをした。奴らを一緒に倒そう。え、嫌ですけど。なぜだ。遅れてきたことをそんなに怒っているのか。おいおい、仲間割れか。バディが聞いては切れるな。くどうした。大したことないな。オーガマンさん、前から攻撃が来ません。何を言ってるんだ。キャー。うわ、どうなっているの。なぜだルーキー。そうか、まだ言ってなかったのか。ルーキーは悪の秘密結社の社員になったんだよ。そんなことあるはずが。なら本人に聞いてみようぜ。ルーキー、お前は我が社の社員だよな。そうです。僕は悪の秘密結社の一員です。バカな。思ってることと逆のことを言ってる。ああそういや、ルーキー、お前オーガマンのことなんて思ってんだっけ。オーガマンさんなんて世界で一番大嫌いです。だとよ。そんな、ルーキー、私のことが嫌いなのか。くっおい見ろ、あのオーガマンが逃げ出したぞ。社長、やりましたね。まさかここまでうまくいくとは。何が起きたって顔だな。この銃だよ。これはな、自分が思っていることと逆のことを言ってしまうようになるんだ。まあ、所詮お前らの絆なんてこんなもんだったってことだよ。うわ。さて、俺はオーガマンを追う。奴を倒せるチャンスなんてそうそうないからな。追いかけてくるかはお前の自由だ。まあ、お前の言葉は届かないけどな。社長、今最高にかっこいいです。でしょ。早くオーガマンさんのところに向かわないと。ヒーロー様もちょろいもんだ。うわ、ああもう最高。あのオーガマもボコボコにできる日が来るとはな。まだだ、まだ。ははあ、そうだ、いつものあれ言ってよ。あれ、薬飲んで、なんだっけ。しょうがねえ、俺が代わりに言ってやる。薬飲んで寝ろ、永遠にな。待つな。ルーキー、ほほや、誰かと思えば我が社の優秀な社員くんじゃないか。オーガマンさんは僕が倒す。あれあれ、ルーキーちゃん、言ってることとやってることが逆になってるよ。これは一体。まあいい、そろそろ終わりだ。戦闘シーン、やれ。
どういう意味だ。ああもう言っていいだろ。実はなオーガンマン、ルーキーがお前に言っていたこと、あれ全部逆なんだよね。な、我が社の新しい秘密兵器の力だ。まあお前らには効果抜群だったようで何よりだ。貴様、所詮言葉一つで追い詰められる。貴様らの絆はその程度だったということだ。うわぁ、さてオーガマン、てめえにもこの兵器を味合わせてやる。くらえ。ビリ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 。うわぁ、あーしまった、ルーキーに当てちゃった。ってことは、元に戻りますね。大丈夫か、オーガマンさん。どうやら元に戻ったようだな。すいません、僕がしっかりしてないばっかりに。いや、私の方こそすまない。お互い様ですね。乗り狂うなったらもう一度だ。くらえ。あれ出ない。まさか玉切れですか。そうみたい。あのビームのあれはもう口で言ってたけど出てたから。やばい仮面、よくもやってくれたな。こうなったら破れケブルじゃ。戦闘シャイン見せてやろう、ルーキー。僕たちバディの力を。薬剤戦士オーガマン兄弟。はい、ルーキー頑張ります。はい、薬飲んで寝ろ。行くぞ。さっきみたいには行きませんよ。僕たちだってやればできるんだ。負けません、ルーキー。行きます。これでとどめです。はやばい仮面、今日の私はちょっとおこだぞ。覚悟しろ。待て、ルーキー一緒に行くぞ。はい。やられてたまるか。そんなバカな。決めるぞ。はい。僕の秘密結社バナダイ。やりましたね、オーガマンさん。ああ、一時はどうなることかと思ったがな。ですね、僕も焦りましたよ。思っていることと反対の言葉が出るなんて。本当に君の本心じゃなくて安心したよ。あのまま誤解されてたらどうしようかと。そういえばどうかしましたか。私のことを世界で一番大嫌いって言ってたような。ああ、それはつまり逆の意味ということは世界で一番大好きということを。オーガマンさん、それよりも会場の皆さんにお礼を言いましょうよ。うん、それもそうだな。会場のみんな、今日はありがとう。
君たちの応援で勝つことができた。皆さんの応援がなければ本当に危なかったです。ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。世界一大嫌いということはその逆だから。さて、パトロールにでも行きましょうかね。オーガマンさん、ヒーローは忙しい忙しい。